マーブルヘッドはアメリカ海軍の防護巡洋艦。モンゴメリー級防護巡洋艦の一隻。艦名はマサチューセッツ州マーブルヘッドにちなむ。その名を持つ艦としては2隻目。マーブルヘッドは1890年10月にマサチューセッツ州ボストンのシティポイントワークスで寄港した。1892年8月11日に CF アラン夫人によって命名浸水し、 1894年4月2日に、艦長チャールズ・オニール・中佐の指揮下収益した。収益後来た、大西洋ステーションに配属された、マーブルヘッドは1894年6月6日に、ニューヨークを出港し、ニカラグアの政変に応じて、カリブ海に向かった。6月19日にブルーフィールズに到着したが、同志は最も危険な状態にあった。7月7日、 アメリカ領事からの要請に応じて、マーブルヘッドは、アメリカ合衆国の権益を保護するため、海兵隊員と艦の上陸部隊を上陸させた。陸上部隊の増援は7月31日に行われ、部隊は8月7日まで現地に止まった。5日後にマーブルヘッドは、ブルーフィールズを出港しカリブ海の巡航を継続、11月26日まで、ラテンアメリカ諸国に、 アメリカ海軍の異様を固示した。その後ジャマイカのポートロイヤルを出港し、12月6日にバージニア州ハンプトンローズに到着した。マーブルヘッドは1895年3月4日に出航し、ヨーロッパステーションの任務に向かった。アゾレス諸島を経由して3月31日にジブラルタルに到着、4月及び5月は地中海を巡航し、シリア海域で偵察を行った。 その後6月20日に行われるヒール運河の開通に際してアメリカ合衆国代表として参加するためドイツに向かう。続く5ヶ月間、マーブルヘッドは西ヨーロッパの沖合及び地中海を巡航し、その距離は1万1000マイルに及び40以上の港を訪問した。マーブルヘッドは帰国の途につき1896年11月23日に ニューヨーク州トンプキンスビルに到着した。1897年2月1日、再び北大西洋ステーションへ配属され、その後は東海岸及びカリブ海での訓練巡行を行った。米西戦争勃発時、マーブルヘッドはフロリダ州キーウェストにあった。直ちにキューバ水域に向かい、1898年4月23日にハバナ沖に到着。 支援フ衛護ゴスに移動し、グアンタナモアン侵攻の支援として29日に敵艦及び要塞に対して砲撃を行った。マーブルヘッドは封鎖戦隊に加わると5月11日に支援フ衛護ゴス沖で通信ケーブルを切断し、この功績で多くの乗員及び海兵隊員が名誉勲章を受賞した。その後6月初めまでサンティアゴデクーバ沖の偵察巡航を行う。 マーブルヘッドは、ヤンキーと共に6月7日に、グアンタナモ湾に配置され、10日には、海兵隊の上陸を支援した。湾での作戦活動は継続され、6月15日には、戦艦テキサスが、スペイン軍要塞を攻撃するのを支援した。マーブルヘッドは9月2日まで、キューバ海域に泊まり、その後セントローレンス側に向けて、出航。10月20日に、ケベックで行われる。 シャンプラン記念碑の除幕式典に参加した。1898年11月2日からボストン海軍交渉で修理を開始し、作業は1899年2月9日に完了。カリブ海での短期巡航後、6月16日にマゼラン海峡を通過し、7月4日に太平洋戦隊に加わる。マーブルヘッドは南アメリカ、メキシコ、 カリフォルニア沖を巡航し、1900年4月30日にメアアイランド海軍交渉で退役した。マーブルヘッドは1902年11月10日に最終役し、続く4年間は南北アメリカの西海岸沿いに巡航を行った。アラスカからチリまで訓練及び儀礼任務を行い、1903年10月から1904年3月まで、 太平洋戦隊司令官ヘンリー・グラス少将の機関として活動した。マーブルヘッドは1906年10月1日にメアアイランド海軍交渉で退役し、1910年3月31日まで同地で保管、その他リフォルニア海軍民兵の訓練官として使用された。1911年7月22日に予備役として任務につき、1916年には、 オレゴン州で、オレゴン海軍民兵の訓練艦任務に就いた。マーブルヘッドは1917年4月6日に、ワシントン州ブレマートンのピュージェット、サウンド海軍造船所で完全収益状態に、復帰した。5月4日に、太平洋偵察部隊に配属され、メキシコ沖で、船団護衛、偵察、調査を行い、 カリフォルニア沖でのドイツ艦に対する警戒活動を1918年6月11日まで行う。その後パナマ運河を経由してキーウェストに向かい中米偵察分隊との任務に就く。6月22日にキーウェストに到着しマーブルヘッドは第一次世界大戦の残りをカリブ海で戦団護衛偵察任務に費やす。12月4日に部隊から離れ、 太平洋艦隊第2分艦隊に加わるために出発した。マーブルヘッドは1919 19年2月17日にメアアイランド海軍交渉に到着8月21日に退役した。1920年7月に PG-22 艦種変更され1921年8月5日に売却された。ありがとうございます。